と日本人。あっ、僕はね、グアムに行った時の話なんですけれども、はい、飛行機乗っててもうちょっとで着くっていうところにパッと後ろ見たら、なんと松本さんご一家がいて、ああ松本さんだと思って、これほんで、まあ着いて飛行機の中でこれをご挨拶しなきゃと思って、浜田さん、松本さん、お正月だったからセーフ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 、その時も噛んだわけですからね。そうなのよ、その時も噛んだから、松本さん正月だったからおめでとうございますって、今年もよろしくお願いしますっつって、ほんで奥様も綺麗で、あ、はじめまして出川って言います、よろしくお願いしますとかなんとか言ったら、そしたら娘さんがすごい可愛くていたから、ほんで僕のことすごいニコニコして見てたから、ああ娘さんだと思って、ああどうもはじめまして出川です、よろしくねっつって頭をなでなでしようとしたら、その娘が手をでもびっくり、大げさでも何でもなく俺もびっくりしてと思ったら、もう奥さんがすぐ、わっごめんなさい出川さんごめんなさい、人見知りでこの子ごめんねごめんねとかなんとかってすぐ謝って、で、あ俺でも全然いいですよとか思ったんだけど、俺やばいと思ったのが、松本さんがやっぱ笑いにもこんだけストイックだし、なんかだから子育てとかもすごい厳しいんじゃないかな、これ松本さん怒ったらやばいなとか思って心配になって、松本さんをちょろっと見たら、松本さんがニヤニヤにやけてやがったいやいやいや、ふざけるなとここは大人として親として絶対怒んなきゃいけないところにニヤニヤにやけてたから、まあ笑いの天才だかなんだか知んないけど、人としては俺の方が絶対上だ本当に本当の話で、ここは絶対叱んなきゃいけないとこだから、親として甘い親ですよね、甘い、ニヤニヤ、奥さんが正解、ニヤニヤにやけてやがったそんなとしか言えないけどでもさすがだなと思ったのは、もう娘なのにもうすでに俺の扱い方も逆にどんなことあるさすが天才の娘さん、あったな、そういえば太田お正月ね決まるぞ。ほっしゃ、これ本当ちょっと前の話なんですけど、後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、で家帰ったらいつも下の郵便受けでダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、1個ガス、東京ガスからの紙が来てて、普段 見ない紙で開けてみたら、ガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、ほんで後から分かったんですけど、最近引っ越ししたんですよね、でいつも引き落としになってたんですけど、最初の月はなんか払い込んでくださいっていう、そういうのがあるみたいなんですよ、で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れてて、ずっと引き落としになってたんです、でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ、でまあ酔いながらも、これもう払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで、部屋に慌てて戻って、それを財布の中に入れまして、あこれ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、ボールペンでガス代忘れないって書いて、テーブルの上に財布で押さえといたんですよ、でそのまま寝たんですよ、で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、なんか普段とちゃう感じなんですよ、おはようみたいな感じで、え何その感じって言ったら、え別に、いや違うやんそれ言うてやなんやねんって言ったら、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、全然意味わからないんですよ、いやなんやねんって言ったら、マジっすよガスよって誰よマジっすよマジですよそれ、それでもわからないから、ガス屋が誰かがわかんないから、ガス屋を忘れないっていう、そうそう、ね、ガス屋言われてもわからないですから、ガス誰やねんっていうか、そういうのおっしゃるわからなかった、全然わかんな
ですガス用って誰やん、そんなふわっとした名前なの分かんないですよ。いや誰よ気持ち悪い名前ですし誰よそれ言ったらその神を自慢げんかしてバカじゃないの言ってでそれでも神が分かんないですよ。でそれ見てもうなんかふわって分かって説明がするのもなんか怖いじゃないですか。もう何かにも何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ。めっちゃぶつかないね。はあ、折り合いが折り合いが感情の折り合い兼ね合いがガチよ。ガチよ。大変やな。大変っすよ。まあね、かわいらしいけどね。これめっちゃ行きます。はい、星。あ、星来ましたよ。さあ、誰行きましょう。そうそうですね。これで行くと吉田なんてどうですかね。わかりました。はい。行かしてもらいます。はい。はい、まあ、自分プレッシャーに弱いなと思ったんですけど、高校球児とかってピンチの時とかもちゃんと自分のピッチングしてバッターもちゃんと打つじゃないですか、うん、で何年か前に芸人若手で野球大会があったんですよ、うん、大阪ドーム借りてカメラも入って、うん、でうちのチームが逆転したんですよ、うん、大逆転してで最後9回抑えたら勝ちっていうところで、うん、僕野球経験者やっていうのでピッチャー行かされたんですよ、うん、6年少年野球やってまして、うん、でピッチャーやったものの満塁のピンチを迎えてしまって、うん、で 2-3 になったんですよ、うん、でもうここはもう絶対フォアボールは空気的にダメやったんですよ、うん、ストライクを絶対掘らなあかん、うん、でバッターサバンナの高橋さんで、うん、草野球バリバリやってはる人で、うん、あーこれ緊張するなと思ったらボールの持ち方がわからんようになって、うんはいうん、こういう風に教わりましたけど、うん、俺はこの方がええんちゃうんかとそこに来て急に俺にとってはこれがベストなの人によってちゃうやろこんなんと思って急激に迷いが生じてこうやって掘ったんですよ。もうブルブル震えながら。でこうやって掘ったらやっぱりキャッチャーが立ち上がらなあかんぐらいのところに掘ってしまったんですよ。あーやばいなと思ったら高橋さんが泣きそうな顔でバットブルブル震わせて空振りしてくれた。ボロボロやんだから僕以上に高橋さん緊張しててあれも線細いからなよう M1 取れたよなぁいや行きます、はいはい、皆さんゾウさんの歌ご存知ですか、はい、童謡ですよね、はいはい、ゾウさんゾウさんお花が長いのねそうよ母さんも長いのよっていうやつですよね、はいはい、で僕あれ前からちょっと不思議に思ってたんですけどなんかこういまいち情景が見えないな、うん、誰が誰に向かって誰が答えてこどういう歌なんかなって昔から気になってたんですよ、はい、まあじゃあ例えば人間の子供が動物園に行ってですよ、うんはい、でゾウさんを見て、はい、ゾウさんゾウさんお花が長いのねってじゃあ言ったのかな、はい、でゾウがそうよ母さんも長いのよって言ったんだとしたら、はい、もうそれ鼻が長いよりそっちの方が事件だよねそうですねそう長いですよね、はい、かもしれへんしもしかしたらそうよ母さんも長いのよと歌いながらご本人さん登場みたいに象の母さんが入ってきたのどっちなんや分からんぞ、はい、っていうのもあるよね、はい、その前にゾウがもう歌った赤いのに乗ってきたら、はい、なんでゾウがメロディー知ってんねんっていうのもあるし、はい、ってことは僕はゾウさんゾウさんお花が長いのねって言ったこの子供はまあ女の子か男の子か分かんないですけど、はい、横のお母さんに言ったんじゃない、うん、あなるほど、うん、そっちの方が多分つじつまは、はいはいはい、でもそれだったらそのゾウさんの鼻が長いっていうことゾウさんゾウさんというよりも母さんゾウさんって言わないと状況見えへんねんでお母さんもそうよゾウさんのお母さんも長いのねって言わないと、はい、母さんも長いのよって言うたら、はい、横のおかんの鼻がバーン長いのよめっちゃ怖いよねそれを僕は飲んでる先でなんか後輩とそんな話をしてたんだ、はいはい、そしたらそのうちの一人の後輩があ僕ゾウさんの歌を作った
お孫さん知り合いなんですよ。ちょっと電話してみていいですか。いや、ええよええよ、その別にそんなんええよ、かわいない話やから。いや、ちょっと電話してみますって、はい、電話したら、すぐ電話出て、来たいって言ってるって。おい、マジか。待つわ。ここに来て、今言うた一連の話を、まあ、女女性でしたよ。延々その話を聞いたんですよ。はい、その人はずっと本当に静かに聞いてくれて、で、ただあの一ついいですかって、はい、あのうちのおじいちゃん作曲の方なんです。メロディーの。それは一つ。なんで来たんや。メロディーはいい。なんでメロディーはいい。メロディーは分からん。メロディーは歌ってるからこっちは。自然多い。ごめんっていう話。なんでごめんもおかしい。なんで来たんやろ。なんで電話したんや。でもすごいですね、そういう発想がね。いや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 。前ちょっと思えたら、ほんと艶消しですけど、短くしますけど、カモシカのような足と。なんだご存知なんですか。いやだそういうのやっぱ覚えるんですよ、はあ、どこがかっこいいんだと、全然細くないじゃないかとか、はあ、ああいうのがさ、僕ね好きなのはね、はあ、例えば湖畔の道路があると、はあ、そこに細い道から結構なスポーツカーがゆっくりと慎重な若い男のドライバーが出ていく、はあ、こうやって見て鏡だけじゃ信用できないで、自分の肉眼でドアミラーも信用しないかのようにツンツンツンと 1ミリぐらいずつ車を出していく、はあ、そうやって首を長くしてこうやって見る、で車がぶつからないようにまだ出ない、まだ発進しないって形で、もう気がついたらボディの半分以上が出ていると、はあ、これはおかしいと、こんな風にいくら首を伸ばしたってボディが先に、ボンネットからずっと先がこんなに出てるようだったらかえって危ないんだから、手前に車止めて自分で降りて見に行けっていう話したでしょ。僕ね笑えないんですよ、感動して、なるほど、そこにだって全然気づかないで自分もそういうことやったりしてるから、全く意味のないことを信じきってやってたんだっていうところがコペニクス的展開。すごい。いやいやいや、いや、ほんとにすごい、恥ずかしいわ。だから僕はまっちゃんのおしゃれで笑わずに分析しちゃうんですよ。これでもいいことなんですかね。いや、どうなんでしょうね。素晴らしい。だから分析するというのは良くないのかもしれないけど、やっぱそうに人を考えさせますよ。昔言ってましたね、カモシカのような足はおかしい人、カモシカの足のような足と言えそうじゃないと、ここにカモシカがついてるのか、全部ね、頭も全部あるもん、ね、それを覚えてらっしゃる。いや、それを覚えてると思う。でも、ようなっていうのも今で言えば正確無比だけど、報道用語っていうのはそのようなが多すぎるんですよ。犯行に使われた凶器はバールのようなもので、ね、ハンマーのようなものでって、ハンマー映ってんだから。だけど警察の発表が正式じゃないからのようなものと見られています。誰が見てんだって話でしょ。だからそれも言いたいけど言えない。言いたい。犯行に使われた凶器はこういうのって出てるんだけど、それを絶対特定しないでくださいって言うから、金槌以上ナタ未満って言ってみようかとか言って喧嘩なんですよ。とにかく言ってもいいけど見られているって必ず。溜まってたんですね。12年それですから。12年。あの、すいません、もうサイコロ5回分喋ってます。すいません、ごめんなさい。サイコロ回ってくださいね。本当だけどな。あ、ジュニア。いい感じで満遍なく。そうですね。じゃあどうしましょう。どうしますか。シガニーウィバーカーっていう話にします。めったにないからね、そんなこと言うことはね。もうね、忘れもしません、この3ヶ月ほど前、4月の7日です。その日は、お昼の2時から仕事やったんです。だからまあ1時半に家出たらまあいいんですけど、寝てたんですゆっくりね。10時ぐらいにはぁって起きて、やばい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 、どうしようどうしようどうしようってなって、っていうのは僕あの5年ぐらい前から、まあ、家に、あのお掃除に入ってもらってるんですよ。でこれは、フィリピンのジョイさんっていう方なんですけど、そのジョイさんに5年前からあのお掃除入ってもらってるんですね。ほんでそのジョイさんはもともと俺が住んでたマンションと契約してるところで働いてる方で、そこに頼んで来てもらってたんですよ。でジョイさんのそのお掃除具合がすごい合うんですよ。すげえいいんですよ。ほんで僕が結局そのマンションを出ることになったんですけど、このジョイさんは日本語喋れないんです。で僕は出る、でもジョイさんに引き続き新しいマンションもやってほしいから、これを管理人さんに頼んで、で管理人さんが英語で伝えてもらって、でそのまま
今僕が住んでるマンションもジョイさんがそのまま来てくれはることがあったんです、うんうんうん、だから今もジョイさんがやってくれてあるんです、うん、でたまにジョイさんが例えば体壊しましたとかっていうメールが英語で来るんです、うん、で僕はそれをアプリで翻訳みたいなんで訳して、うん、あ体ちょっと壊したのかとかで、あ OK ですよとかいうのをまた英語で送ったりぐらいのやり取りはしてるんですけど、これが僕一回もジョイさんと会うたことないんです、うん、5年間、月曜日の11時にジョイさんは毎週来てくれるんです、うん、で僕笑っていいと思うなんで、うん、僕がいない時にジョイさんがやってくれてあるんです、うん、あね、うん、4月の7日いいともが終わって初めての月曜日、うん、あーってそうかとジョイさん来る、うんうん、このままだとジョイさん来てしまう、俺も2時やけどもう家出ようと思うけれども、うん、いや今は出たとしても、うん、来週も、うん、再来週もジョイさんは月曜日の11時に来ると、うん、どうしようって掃除できへんしなジュニアったらな、おいそうなんですよ、うん、どうしようどうしようって言って、でもでスケジュール調べたら来週からはじゃあ水曜日の午後3時からやったら来てもらったらまた俺の仕事の都合でジョイさんに会わなくて掃除してもらえる、うんうん、来週からは水曜日の午後3時にお掃除をお願いしますよっていうのを俺のこの語学力で英語で打つのは無理やと、うんうん、今も会うしかないと覚悟を決めて、ね、はい、初めてのジョイさん俺ね自分のリビングでなんでこんなドキドキせなあかんねんってもうバックバックしてるんですよ、はい、もうすぐだなもうすぐだなって11時に買っちゃって来たんですよ、うん、はい、はい、ジョイさん来たと思ったらジョイさんも、うん、あれ靴あると思ったんですよね、うんうん、あれ靴あるぞ、はあ、奥になんとなく人の気配するぞと思ったんですよね、うんうん、ジョイさんが廊下を、うん、ヘローヘローシガニーウイマーか事件の匂いがなんか感じたやつな、ジョイさんな、ヘロー、いややなお前の家ちゃうわいう話やけどな確かにじゃあ、いきます、あはい、大輔、はい、あのこれ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、この後宮川大輔ワールド炸裂は、ダブルで行きましたよ、あのそれでジュンっていう男が、うん、はい、ちょっと頭が悪いというか、うん、物を知らないんですね、うん、で僕が、ジュンさお前さいろいろ勉強した方がいいよ、言葉知らないとこれから大変だよって言ったら、うん、ある日楽屋で本読んでたんですよ、はい、あこいつはこいつなりに勉強しようとしてるんだなと思って、なんて本買ったのって言ってパッて見てタイトルが言われっぱなしはもうごめんだって一個手前の言い返したから、言い返したからの点検さあよし、おお、渡辺直美、よし、わー、はい、一発目、あ、一発目、私がモノマネ番組に出させていただいた時の話なんですけど、モノマネ番組で山本リンダさんのモノマネをすることになって、でモノマネの芸人さんって結構研究して声真似たりとかするじゃないですか、でも私そこまでモノマネできないんで歌とかダンスを誇張してやるみたいなのをやってたんですよ、でその練習の時もダンスの先生も、まあ直美はまあダンスとかを誇張してやった方がいいねみたいな話をして、やっぱそうですよねっていう話してて、で本番当日もちょっとなんかお腹出すような、ちょっとなんか可愛らしい感じのこのふざけれるような格好であのやってたんですよ、で当日ももうすっごいいろいろ誇張して、歌もダンスも誇張して、で歌い方も生きているのが好きなのさみたいな感じで誇張してやってたんですよ、すごい結構誇張してやって、はい、でバーンって終わったらまた曲が流れて、後ろからタンガスがプシューってなったんですよ、でえみたいな感じでバッて見たら山本リンダさんが本人登場、ご本人登場、はい、でもタンガスの中でルルルルッって本人が一番誇張してたんですよ、追い抜いちゃって私よりも一番誇張してたすごかったんですよ、歌い方も生
きているのが好きなのさめっちゃ誇張してて誇張してしばらく見に行きゃいだからすごく恥ずかしかったっていう話です控えめんなどうだ逆にね見てないみたいなのされちゃったっていうまあ、まあ、いいんじゃないですか、うんはいうん、これだいぶ皆さんご自宅もできますよねこんな感じでいきましょうあら行っておきましょう、はいはい先ほどの小田島くんの話なんですけども、私番組の企画で、ティラミスを1週間ティラミスしか食べちゃいけないっていう過酷なロケがありまして大体5日目ぐらいで本当にもう辛くて、その日が熊本に営業に行くっていう日で、でもそのティラミスを持ってスタッフも熊本に来るんで、もう絶対ずっと見張られてるんですよ。でそんな中お昼に小田島くんは隣で普通に私の食べるはずだったお弁当を普通にこう食べてたりするんですね。でまあ本当にもうなんかこう黙って食べればいいものをこうこれ豆腐かとか言いながら本当腹立つなと思って、なんか黙って食えよと思って、で、まあ、それでイライラもしてるんですね。もう結構精神的にも体的にもピークで、で帰りの空港でこう待ってたんですよ。そしたら小田島くんがなんかこううろうろしてるんですね、空港内で。何やってんだろうと思ったら、この売店でポテトチップスを買ってたんですよ。でそれもちょっとやっぱりなんか東京着いて私と別れた後買ってほしいわけですよ。店 見たくないわけですよ。でレジでこう買ってすぐこうリュック入れてるんですけど、いやもうバレてるからと思いながらバッと見て、で飛行機乗ってしばらく経ったらなんかこうガサガサ聞こえるんですよ。なんか聞こえなと思って、でこうやってファッてこう後ろ見たら、私の後ろの隣の席に小田島くんが座ってて、で私の隣のこの席と席の間、ここ細い隙間からこう見てたんです小田島くん。したらもう今まさにポテトチップスをこうやってこう開けようとしている、ね、うわマジかと。まず飛行機の中でポテトチップス食べてる大人初めて見るわと思ってマジかと思って、こうカッカッてこうなかなか開かない感じとかもイラついて、もう開けろよと思いながら、もう開けるなとか思いました。カッて開けて、そしたらバッて開いた瞬間、こう隣の肩にバッてぶつかって、すいませんみたいな、なんだそれ、ださと思いながらずっとこっからこう見てたんですよ。そしてこうやって私もこの開けて、でそのポテトチップスも味を見たら九州醤油味って書いてあったんですよ。なんで九州醤油楽しんでんだよと思って、もうめちゃくちゃイライラしてるわけですよ。それで1枚食べて、そして何思ったか CA さんをこう呼んだんですよ。で黙って呼んで、なんか言えやと思いながらこう黙って呼んで、で CA さん来て、すいません割り箸ありますかって聞いたんですよ。割り箸はないですけども、こちらがありますって言ってトングをもらってて、トングと思って、トングどうすんだと思ってこっからずっと見てて、そしたらこのトングを小田島くんがもらって3回カンカンカンってやって入れて、で揚げたてのポテトチップスのかのようにゆっくり取って、それを口に入れて食べたんですよ。私もずっともう食べたいっていうのもあるし、なんだトングで食ってると思ってずっとここから見て睨んでたんですよ。そしたら小田島くんこう食べてる、この睨んでる私にパッて気づいて、やばいと思ったんでしょうね。なんかパニックったのか知んないですけど、一言、そんな美味しくないですよって言ったうるさいなと思って、なんだそれと腹立つ、トングで食べるかね、腹立つ、食べる前の3つのカンカンが腹立つ、揚げたてのようにゆっくり口に入れる、カンと手が汚れなくないっていう、そうそうです、そうです、そろそろ星、うん、あ星ちゃん、2年ぐらい前に、これ個人タクシーに乗ったんですね、まあ私服の運転手さんで、で僕が乗って行き先告げたら、これどうぞって言って、なんか和紙に包まれた何かをくれたんです、でって開けたら飴なんですよね、これ飴ですかって言って、あのうちの家内がなんかこんなん作るの好きでねと、でこれ乗ってもらったお客さんにこうやって配ってるんだよって、あの素人が作った下手な飴だけど、よかったら食べてあげてくださいみたいなこと言われて、ああいただきますって和紙向いて食べたんです。なんその味が
全くないんですね。べっこう飴みたいな飴なんですけど、もうあのプラスチックみたいな感じだけの感覚なんですよ。甘くもないし、ほんでこれあ気持ち悪いって思ってあこれ捨てようって思ってこう窓を開けて、このこっから捨てようって思ったんですけど、なんかこうバックミラーで見られてるような気がして、こうあーってこうタイミング測ってもいけなかったんですよね。でどうしようって思ってカバン探ってもそのティッシュとかなかったんですよ。で前見たらこの灰皿があったんで、あ灰皿に捨てようって思って開けたら、その飴山盛り入ってた。被害者が、被害者が、まあね、まあね、まあまあ、しょうがないよね。しょうがないです。わかりました。今、あ、ジュニア、先輩でですね、文珍師匠の一番弟子で楽ちん師匠っていう方がおられるんですよ。最近よくあのルミネなんかにも出られて、すごい優しい師匠なんですけども、その楽ちん師匠っていうのはあのなんていうんですか、ちょっと変わった癖がありまして、あの性癖が若干ね、若干変わられてるんですよ。いやもうそれはもう趣味の範囲ですか。仕方がないじゃないですか。それはもう、はい、誰が何を言うこともございませんね。にお人形さんが好きなんです。大人のお人形も大好きなんですよ。ああ、女性が大好きなんですよ、お人形の。ね、ものすごい好きなんです。名前をつけてあるんです。時恵っていう。そう、もう時恵を楽人師匠はもう愛してあるんです。で、時恵なんですね。時恵さんをね、愛してあるんですよ。はい、で、こういうあのなんて言うんでしょう、性って。こう先細っていくじゃないですか。だからこれだけじゃもう満足できないということで、その楽人賞一番こう興奮するのは昼間のベランダなんです。その時計さんと昼間のベランダで愛し合うのがもうたまらないです。時計さんって人形ですよね。人形です、はい、時計さん人形です、ね、もうね、もう昼間のベランダで時計さんともうすっごい愛し合ってたんですって。もうすっごい楽人師匠の愛がすごすぎて、愛すばかりにブーン時計がね、愛しすぎたばっかりにブーン。昼間ですよ、パッと見人間ですよ。下公園でお母さんが子供と一緒に遊んでますよ。いやー言って子供の目隠していやー言って、もちろんぐしゃーってなると思ってるから、いやー言ってたらそんそそそそえなんでってなって、パッて見たら上から楽ちん師匠がトキエそうトキエさんがあの時計さんがそう無事やった無事やった。でも時計さん無事やったんです、ね、無事やったよかったです。今も仲良く、今もすごく仲良くされてるんです。あーしんど疲れるなこの話。疲れるな。まあでも登場人物に悪者誰も出てきてない。誰もいないです。愛しかないです。愛しかないよね。この子の目を塞ぐ母親の愛とか。時計を愛する。楽ちんさんは人形で分かってるから別に叫ぶ必要ないねんけどね。でももうそれも超越してますから。そうです、そうです、人とか人形とか時計さんですから。時計さんです。それは確かにそうなんです。それはそうですよね。はあ、よかったよかった。いきます。僕の相方の鈴木なんですけども、はい、これがもうあの本当にお気づきの方も多いかもしれないですけど、はい、尋常じゃないぐらい天然でしてですね、本当にあのザルそばとかを延々夫婦言いながら食べたり、天然に
怖い、知ってますね。かなりです。しかも1回とかやったらまだしも注意して、これ冷めてるから拭かんでええやろって言って、あ、そうかって言ってんねんけど、そうせな食えないからもう拭かしてくれと言うぐらいちょっとおかしいやつでして、あの出前とかあの事務所に行った時におぎやぎと2組でいたんですけど、まあ昼飯食おうかって言って出かけるのもないし、あの出前取ろうって言って鈴木を電話係にしたんです。でまあ小木さん矢作さんがまあカレーだとかいろいろ頼んで、鈴木が向こうに電話してもしもし正月なんですかって言ったら、小木さんがカレーで矢作さんが活動で向こう言われても絶対言うんですよ。恥ずかしい、もうひどい、恥ずかしいわ、ひどいな。ほんであの一番びっくりしたのが、あの動物のロケやってまして、キリンと何度か仕事したことあるって、なんかキリンのロケをしたことがあるんですけども、その際にもちろんスタッフもいるし僕もいるんですけど、鈴木だけあのキリンが首をね、例えば鈴木がここにおったとしたら、一旦首をこっち持っていってからバーンって吹き飛ばすわけですよ。そうなんです。2回ともそれされてて、で飼育員さんも初めて見ると、それはキリンが敵を見つけた時にしかしない行動なんです。キリンは鈴木は敵やと思ってどのキリンも全部吹き飛ばすんすごいやつやな、キリンにそういう風に思われてよっぽど天然やぞと。ああ、そう、ちょっともう生態系が変わってもらってるんだよ。あ、そう、ちょっとジュニア振って、はい、じゃあ言います、ね、まだ茶道もどこ行ってんの、はい、ね、ぼちぼちこな、ね、ぼちぼちこんとね、喋りにくなってくるもん、はい、じゃあ参ります、はい。お、偏っとるな。3、4ヶ月ぐらい前に、うちのおばあちゃん、おかんのおかんなんですけど、うん、おばあちゃんが米中なんですよ。88歳で、ほんでそのおかん側の全部あの兄弟とあと孫なんかで、熱海で温泉でその米中のお祝いをすると、うん、ほんでおかんから電話で言って、あんたもおいでと。ほんで、いや、仕事ちょっと分からへんな。仕事がもし早めに終わったらいけるけどな。で、僕、かなりおばあちゃん子で、おばあちゃんにちっちゃい時育てられたんで、ほんで、仕事早めに終わったんですよ。ほんで、いけるってことで行ったんですよ。ほんで、おかんが長女なんですよ。おかん、長女、ほんで、弟が二人いてんですよね。ほんで、上の弟が、大学教授なんですよ。ね。ほんで、その、かなり、しっかりした方で、うん、その難しいダイオキシンがどうとかみたいな本をいっぱい出してある人なんですよ。うん、その下の弟はもう何をされてるかよくわからないぐらいのもうめっちゃ口の悪いおっさんなんですよ。うん、ほんで僕十数年ぶりにそれ行って会うたんですよ。ほんでみんなこう一人こうお膳があってこうおばあちゃん真ん中置いてこういろいろねご飯食べるんですよ。ほんならその下の柄のあるおっさんがその自慢の兄貴なんですよ。兄貴のあの本はあれすごいなぁと、まあね。あれはすごい言って呼んで俺に、ああお前なんか本出したらしいな、はいはいはい、お前の本なんか売れるか、うん、って俺十数年ぶりに思って、なんでこんなこと言われなあかんのって思ってたらおかんが、これ腹立ったんでしょうね。息子が言われてるから。お前の本なんか売れるかー言うた瞬間、おかんが、そこそこ売れてます。言うんすよ。で、お前な、あの、テレビ出てくるやろ、お前な、暗いねって言うたおかんが、最近は明るいです。いやいや、俺な、お前ら見てて、俺テレビで笑ったことないで、おうおうおう、面白いです言うてんすよ。ほんでおっさんが最後に、ほんでお前ら二人揃ってな、お前らブサイクすぎんねん言うたら、おかんが、何も言うてくれんねんそこは認めんのかそこはこうちょっと飲む形で全部いただく形でスイーッといったの飲み干しちゃったグビグビと、いただきます。おジュニア、いいとこで出ましたよ、はい、
去年の、1月にあ2月ぐらいですかね、後輩5人でハトバス乗ったことないからちょっと乗ってみようかって、で新宿から出てお寺行って、うん、ほんで温泉入っていちご狩りして帰ってくるっていう日帰りツアー行こうか言って、うん、朝の8時ぐらい新宿集合して行くんですよ、うんうん、ほなバスガイドさんが、あこの度は、ハトバスツアーにご参加ありがとうございます、ここで、注意事項がございますって言うんですけど、これが本当にご時世やなと思うんですけど、この注意事項がすごいんですよ、朝の早い出発ですから、お休みになられるお客さんもおられると思いますので、会話の方はなるべく小さな声でお願いします。そしてリクライニングシートを倒される場合は必ず後ろのお客様に一声かけてから、倒していただきますようお願いします。そしてのテーブルがついてますけれども、このテーブルの表面が非常に滑りやすい素材で作られてますので、携帯電話などを置かれますとカーブの時なんかに滑り落ちる恐れがありますのでお気をつけください。そこに穴が開いてますけれども、この穴は、紙コップ専用ですので、ペットボトルは入りませんのでお気をつけください、どうしてもペットボトルを入れたい場合は逆さにしていただきますとそこに入りますので、しかしこの場合液体が漏れる恐れがありますので、キャップの方をしっかり閉めて、穴にさせてください。そして、お配りしましたこのハトバスツアーの参加者だっていうこの証明するバッジを絶対に見えるところにつけてください、そしてこちらツアー終わりましたら各自おのおの絶対に家に帰って処分してください。駅などで捨てられますと安全ピンなので、怪我なんかをもしかしたら誰かがされる恐れがありますので、各自絶対に家に帰って処分してください。そしてみたいなんで車窓パッて見たらもう埼玉入ってたんですよ。これね、ほんまですよ、ほんまですよ。いや、いろいろクレームがいっぱいあるから全部で塗りつぶしとかんと引いてないとかとか言われたらってことですよね。美女儀超えてたんですよ、ほんまに。これ俺もだんだんね、なんか世知辛いなと思って、で、まあお寺着いたんですよ。でまあまあそうは言いつつも楽しもう言って大寺バーって歩いてたら、向こうにね60代ぐらいの夫婦なんですよ。でまあ離れてますから会話は聞こえませんけど喋ってあるんですよ。ほんでこっから僕の想像ですよ、その会話内容は。この「おい、この鐘の中って鳴らしてる時ってうるせえのかな、何言ってんの、あなた、うるさいの決まってんじゃないの、ちょっとお前、俺中入るからちょっとお前鳴らしてくれよ。何言ってんの、いや俺前からやりたかったんだよ、あんた本気で言ってんの、ちょっと鳴らしてくれ、じゃあ私も本気で行くわよみたいな多分会話があったと思うんですけど、奥さんがフルで鐘をガーって鳴らしたら両耳押さえた旦那が膝から崩れ落ちてきたの。嫁やん爆笑してるんですよ。俺こっち見て何やってんねんみたいな、めちゃめちゃおもろかった。それがいい夫婦やな、このご時世に60過ぎて夫婦でこれすごいなっていう、そのね決定的瞬間を今まさにっていうところ、これ写真で押さえたんですよ、当たる瞬間や。奥さんフルで行くんですよ。無防備やな。でもお父さんね、この後もう、うわーってお母さん爆笑なんですよ。これ撮ったんですよ、これ撮ったんですよ。そんな気がして、そんな気が入ってきあったから、あれ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 、このご時世でもこういう楽しい方がおられるというね、本来なら怒られることでしょうけど、そんなことになってるね、今ハトバスとかね、まあ、出てないよな、うん、はい、まあ、本当お願いします。そうやな、そうそうな、星だけでも出てくれたらね。おあ、カズレーザー、はい、8年ぐらい前に、はい、ネットの番組やらせてもらってて、うん、全然もう視聴者もいない番組なんですけど、やたら罰ゲームだけがしんどい番組で、一時僕1週間どこに行く時もこれぐらいの
パンパンに本が詰まった本棚を持ち運ばなきゃいけないっていうのがあったんですよ。これぐらい40キロか50キロぐらいある。完全にみっちみちに本が詰まってる本棚をちょっとコンビニ行くときも持っていかなきゃいけないし、何もカメラとか何も回ってないんですけど、全部も常に持っていかなきゃいけない。マジで多分皆さんあんま本棚運んだことないと思うんですけど、すげえ疲れるんですよ。ゼロなんで持つとこがないな。持つとこないんで、もうなんかいろんな方法を考えるんですけど、もうどうしてもこう持つしかないんです結局。でそういう時に限ってちょこちょこオーディションとかちょっと増えてきて、お台場行く時も運んでって、で行くんですけど、結局これは小道具じゃないから、あの廊下とか置いといてネタとかやらせてもらうんですけど、もう疲れてるけど全然元気がないんですよ。あのお願いします、お願いします、お願いします、なんか君すごいなんか尖ってるねみたいな感じになって、全然受けないし、でことごとく落ちて、でひたすら本棚運んでるめちゃくちゃ疲れるんですよ。ちょっと駅からその局まで歩く間も一回やっぱ喫茶店とか入りたいぐらい疲れるんですよ。でお台場にオーディション来させてもらった時があって、でもう帰りは電車乗って帰るだけなんですけど、もうその駅まで行くのもうしんどい、一回もう漫画喫茶行って寝たいってなって、本棚持ったまま漫画喫茶入ったんですよ。で入ってでレジの前置いて、まあ入会届けみたいな書いて、そしたら店員さんが、あのお客様そちらの本棚お客様の持ち物でよろしいんでしょうかみたいに言われて、あそうですっつったら、店員さん奥に行かれて、で多分店長らしき人が出てきて、で僕の本棚じろじろ見た後、お客様当店の品揃いに何かご不満でもって言われたんですよ。なんかお前んとこじゃ満足しねえから道場破りに来たんですよ。いや違う、そう思うよな、でもな。一茂君の話出たんで、あのまたするんだけど、あのすっごいあの人何にもこの気にしない人で、一緒にゴルフ行って OB 打って笑った人初めて見たのよ。普通 OB 打つとしまったというのに、おおらかというかボーンするとハーハーハーって笑って、やっぱりこの大胸筋が邪魔してんのかな、こんな大胸筋してるからやっぱりこれが邪魔なんだなって言いながら歩いてったら、しばらくしたらずっと一人で悩んでて、野球の時も邪魔だったのかなっていうね。で今頃気づいたのかなって。でもそんな明るい人だから、その代わりにね弁当にすごいこだわるわけで、ある時はそのレギュラーの番組で弁当があんまり美味しくないと、で一茂君がじゃ あのうなぎ弁当と中華弁当これローテーションでやりましょうって、それであのディレクターに交渉して、ローテーションでうなぎの週があって次が中華の週なわけ、はい、でそれがたまたま中華中華って続いた、はい、そしたらもう一茂君入ってきて怒ってるわけ、今日うなぎだろ、今日うなぎの週だろ、おい俺今日うなぎのつもりで来たよ。で俺もうなぎだと思ってたから俺もそうだったんだよ、そうだよね関根さんっつって、困るよっつって担当者呼んで、はい、ちょっと困る、今日うなぎの週ですよ今日。どうしたの、すいませんすいません、ダメだようなぎの週だよねっつって、ま、俺にまたねえうなぎさんっつって俺に。って言われた時に、おなんか真似すんのかなと。なんか振られたんかな。そうそうそう。うなぎまさんみたいな。うなぎ。そうですか。興奮しちゃってんのよもう。面白いな。俺会ったことないんですよね。いや軽い人だわ。はい。何も気にしない人。見たくなりましたね。これは。さあ。さあ。お。稲田来ましたよ。はい。ありがとうございます。やっぱり僕はこういう見た目ですから、はい、普段の生活でもやっぱりいろんなことが起きまして、大阪にユニバーサルスタジオジャパンというテーマパークがあるんですけども、そこは本当に楽しいところで、はい、もう きっとみんな行った人はいい思い出ばっかり作って帰る、とこだと思うんです、ただ僕の場合はそうではなくて、バックドラフトというアトラクションがあるんですけども、はい、それは消防隊員の映画、バックドラフトという、はい、それをモチーフにしたアトラクションで、まあ、なんか乗り物に乗ってとかではなくて、火事の現場を再現したなんかそういう火のショーを見る、だけど安全な、迫力あるけど安全なアトラクションなんです。でそれ僕一回入りまして、で出てきた時に入り口付近で修学旅行で来てる男の子たちが制服着た、
これは何やろうか、危ないやつとちゃうんやろうかみたいな不安げにこう喋ってたんです。でもあの彼らの中でせっかく来たしよし入ろうと決意が固まった時に僕がその出口の方から出てきたもんやから、その子たちがあやっぱダメじゃんこれ燃えとんじゃん ことありましたし、こんなんずっこい。あとそのハロウィン、USJ はあのハロウィンの時期になったら、はいはい、ホラーナイトというイベントが始まるんです。はいはい、でそれはまあ CM でもやってるんですけど、あのパーク内をすごいリアルなゾンビがうようよして、そうですよ、お客さんをわーっと驚かすという楽しい、本当に楽しいスリル満点のイベント。そうですよ。で僕それ普通に遊びに行って、で普通に歩いてたら。怯えながら周りキョロキョロしてた女子高生3人組が僕のことを見つけて、へえ怖い怖いどっちどっちどっちって言ったんです。ずるい言われてもね、ずるい、ね、逃げるべき逃げるべき逃げるべきなのって言って逃げていきました。逃げろとったらずるい。すごい、いいなぁ、いいなぁ。どうした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 聞かせてくれよ。どうしたあのね、どうしたどうしたいや、あのね、うちの姉が、うん、レズなんですよ。それ言うたらあかんやろ、怒られるんだよ。あとから問題があったらしいやんか、それ。あの、まあ、僕の身内ごとなんですけど、姉がレズです。マジでものすごい件数、お姉から電話がかかってきてるんですよ。なっちゅうこと言うんじゃん、お前はこらーって。あのな、中二の娘がおんねん。いよいよ分かるぞ、レズかどうかっちゅうのも、こらくしたてて、いい感じとけもほんまに、このクソガキや、ほんまに。嘘ならええけどな。え、嘘ならええメールの絵文字で包丁初めて見たもん。偉くなる、ほんとに偉くなる。やめろ、俺言うな、言ってるだろ。いや、ただこれ、もうすいません、このアネレズ封印したいので、もうすいません、じゃあ言わせていただきます。ああ、言うて、実はそのジュニアさんにも見ていただいたんですよ、はい、長々としたメールです、はい、包丁の絵を見たのも初めて、僕も初めてでした、はい、その後にあの世界、こんなわけない。姉がですね、うん、レズです。やめろ、俺言うな、言ってるだろ。いや、ただこれ、もうすいません、このアネレズ封印したいので、もうすいません、じゃあ言わせていただきます。ああ、言うて、実はそのジュニアさんにも見ていただいたんですよ、はい、長々としたメールです、はい、包丁の絵を見たのも初めて、僕も初めてでした、はい、その後に、はい、絶対言うな、本当に言うなよって言って、あまりにも切れるから、ほんなら俺も聞くと、っていうのも、実は僕、大阪にいる時に、泣きながらおかんから電話かかってきたんです、うんうんうん、お姉がおかしなことになったから、うん、すぐ戻ってこいって言ったら、うん、そういうレズだっていうことに発覚したわけですよ、うんうん、で俺ずっとそういうことでも俺もう精神的にも参ってたやん、うんうん、改めて問うと、うん、お姉お前はレズなんかっつったら、うんうん、違うって言い出したんです、うん、初めて、うん、否定から言ったんです、うん、違うと、うん、レズやないと、うん、レズやない、ほんで何やお前ずっと言ってた、あれ何やったんや、うん、私は女性から精神的に男性に変わろうとするお鍋を好きになったんせやからおこげや言うお鍋の好きなおこげや言うややこしいそう、ややこしい余計引くわ言うてるからほんでおこげって言うことも知らんわ俺言葉をそんな業界用語業界用語知らんわこれで、ね、すいません封印すいませんこれでやっと封印できるわ、ねね、あ、大悟僕瀬戸内海の、うん
小さなすごい田舎の島で生まれ育ったんですよ、はい、で本当にあのバスもタクシーも信号もないコンビニとかもないんですよ、はい、だからちょっとあの皆さんとこう、あの育ってきた環境が違うと言いますか、うん、でその島はやっぱ島のルールみたいな、うん、東京とはやっぱ違うんですよね、うん、でまあうちその貧乏っていうのもあったんですけど、うん、その昔ですよ、相当昔、僕は小学校3年生の時ですけど、うん、今はそんなことしてないですけど、僕ん家の家の移動手段が下部にの荷台に板くくりつけて、それに兄弟3人でしがみついてたんですよ、こういう状態で姉ちゃん姉ちゃん僕みたいな、はい、で島ですからね。で、それで、でも別に僕の友達とか車持ってる人もいて、で、あの運動会の日にいつものようにお父がほな帰るぞ乗れ乗れ言うて、でもさすがにみんな友達が車で帰っていく中、その下部の荷台の長板にくくりつけたやつに乗ってるのちょっと恥ずかしいというか、こんなのは嫌やなと思って、で家帰ってちょっとこう落ち込んでたんですよ。この弟が何をお前な落ち込んどんかいってなって、でもそうあの弟やっぱそのわしも車欲しいわっていうの言ったんですよ。おっさんやな。だからそのうちの親父が、うん、なんやお前車欲しかったんかいってなって、はよ言わんかいそんなことを言うて、日曜日まで待っとけって言われて、でわし日曜日になったらその弟が車を買うてくるわ思って、うん、日曜日まで待っとったら今度弟がその下部の荷台の板を取って、うん、そこに発泡スチロールをくくりつけたんですよ、うん、でその発泡スチロールにうちの島で採れた海の幸の冷凍をパンパンに詰め出したんですよ、うん、でそれを乗っけて、うん、ほんなん行ってくるわ言うて、うん、フェリーに乗ってそのバイクごと本土に行ったんですよ、で後々聞いたらそこに電話の権利書もなんか挟んでたらしいんですよ。とにかくその海の幸と株一台で弟は本土に向かって夕方にブルブルの軽音で帰ってきたんですよ。ブツブツ交換してきた、誰にどう頼んだんか。でも未だに忘れないですけど、小学校3年生の時もう こんな車があるのかっていう、この何この銀色みたいな、銀色安い灰皿の銀なんですよ。の K でもうボロボロで、で 4WD って書いてあるんですよ。 4WD じゃ絶対ないですよ。お父が乗って帰ってきて、で車じゃ言うて、で家族初めて家族5人でその K で島でドライブをその夕方するぞってなって、で、まあ、お父がこう運転して僕らこう乗ってですね、お母が横乗ってこう走ってたら、うちの島信号もないんで最初の曲がり角でクラクションを鳴らしたんですよ。でパッて鳴らしたらパーが止まらなくなったんですよ。もうボロボロ何をしても止まらないですよ。もうパーなんですよ。でそのボロボロの銀の 4WD でその山本家がその帰るに帰れないから島をもう一周せんと、家に帰ってくるのにそのこの車を買いましたよみたいなアピールみたいなパーって言われて、ほんなら姉はもう顔真っ赤にしてもうやめてくれ言うて、でお母もまたもう車止め言うて、もう恥ずかしいけやめ言うとるけどもうどうしようもないじゃないですか。でもこんな時ってうちの親父が一番辛いはずなんですよ、どう考えても。その音がこの時どうなっとんな思って横で僕が見たら、音をまっすぐ前向いて、ちっちゃい声でパーって。なんでやねん。なんでやねん。いまだにわかんない。なんでやねん。おかしいな、言い過ぎたの。い
なんでやったの。弾ける状態じゃない。ちっちゃい声でちょっとパーン。なんで後押ししたの。分かりました。さあそれじゃあまだ喋ってない人いますからね。難しいなこれ。あーでも俺ホッシャンのあれは好きやったな。どうですか、あのサーカス団のやつ。あーあー聞きたいですね。さあ行きましょうか。うわなんかすごいかっこいいな。かっこいいでしょ。今もすごいかっこいいな。まあ僕この世界入ってもう15年6年ですか、うん、NSC の頃に、うん、あの花博大阪花の博覧会、うん、万博がありまして、うん、花博がありまして、会社から吉本興業から、うん、あの行ってくれってバイトを紹介されたんですよ、うん、それがファーゴス一家っていうイリュージョンっていうかサーカス団みたいな。猛獣をいろいろ連れてそれでイリュージョンするみたいな家族でやってるファーゴス一家っていうのがあるんですよ。でそのファーゴス一家が来日する前に先猛獣だけ送ってくるんですよ。なるほど。ライオン2匹とトラ2匹とチーター、ヒョウ、それの世話を僕らやるんです、うん、ファーゴス一家が来るまでに、うん、ほんなやっぱりこう餌もやらなあきませんよね、はい、ほんでこう檻を開けて鶏肉をあげるんですけど、うん、ライオンがもうブワーってもうかかってくるんです。ガシャガシャガシャー言うて、ほんでその当時その吉本の社員さんに、うん、これおかしいんちゃいますと、ものすごい危ないですよ、うん、完全に襲いに来てますよって言ったら、うん、アホ言うなと、うん、まあ、何も知らんやなと、うん、このライオンは赤ちゃんの頃から親と話して人間が人間として子供のように部屋の中で放し飼いに育ててんねんと、うん、だから自分を人間と思っとる、うん、だからじゃれに来てるだけや、うん、心配するな、うん、そうなんすよ、うん、わあそういうもんかな思いながらずっと餌をやり続けてたんですよ、うん、ほんでいざファーゴス一家来日をできて、うん、でその飼育係の人も一緒に来日してきたんですよ、うん、ほんでこう挨拶しますよね、うん、今まで世話してくれてありがとうみんなハロー言って握手して、うん、パッと顔上げたら、うん、飼育係の顔に見たことない傷がついてた。絶対行かれとるな。見たことない。行かれてるな。100% やな。そうだね。餌の見たことない三本傷ですね。ずれてても、ほんで餌のやり方をどんなんやってたんやって言って、ええ、見せたらもうクレイジーだと、こうやってやるんだよってね、鶏肉をちっちゃく切ったんで檻の間からポンって。それ異常なことは異常なの。一回行かれてるからね。あーすごいな、面白いわ。全然いけるやん。全然いけるまだまだいけんじゃん。まだまだ永遠にできるんだ。永遠にこの話だけど、すごいな。寝床と飯作ってくださいよ。永遠にここでできる。でそこで僕泊まらへんかったんですね、うん、あ実は後日談が、実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこちょっともうビデオで撮ったろうみたいな。いやバカですよ。思春期やから。思春期やから。中学生ぐらい、それはね、いやそうですね、もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きいですね。ビデオって今のビデオカメラじゃないですもん。じゃあな、結構でかいでしょ。ベータのベータや、はい、うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。当時はそうですよね。でそれが家にあったんで、絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ撮ったろうと決めてたんですよ、はい、ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ、はいはい、ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいいひんわけですよ。でここチャンスやと、うん、ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ、うん、で「はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな」思ったら2階からこうタンスが、うん、カチャッでこう閉まる、うん、あっしこれパジャマ取りよったなと。そこまでわかるんだ。もうわかります。すごいっすね。ほんで
よしここやと思ってこたつに入って、うん、こっちがテレビやって、うん、でこたつにこう入ってるわけですよ、うん、ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきて、うん、ちょっと開けて、うん、大輔さっきお風呂入っていいみたいな、うん、で僕は、うん、全然楽しみじゃないと、うん、今楽しみにしてたの隠して、うん、いや入ってこいや何いちいち言うてんねんお前入ってこい強がってっていう芝居をしてるんですよ、はいはい、興味全くないよ興味がないとお前なんかにほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ、ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケな勝手口のねあの塔がカチャンって言うから、うんって言って声でごまかして声でごまかしてゆっくり出て行ってでまずそれを置いてお風呂のとこにこう行くんですよほんでゆっくりこう開けてほんでもう一回こう戻ったんですよほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんでよっしゃお姉ちゃん入りよったと入りよったと頭洗うとるとでここでそのベータのカメラを回すとベータの音がガッチャンうーんって言うんですよ特に言うわねだからバレるでしょバレるからもうこっちのところへんからガッチャンうーんすげえほんでここで見たいんですけどここやったらまたバレるから向こうの方行ってこう停止グーンって押してまた撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して再生を押してガチャンって見てあ撮れてへんともうちょっと角度こうしたらええで決めてまたガチャンって言って行ってまたこうするわけですよ重いからちょっと重たいでかいからよし撮れたからでかいからほんでまたそこでガチャン見るんですよほな取れてへんと取れてへんかったんですよほんでどうやったら取れんやろ思ってガチャンうーん言ってパッていったら電気消えてたんですよやばいと思ってもう外にそれ置いてまた勝手口から入ってこたつの中入ってテレビ見るんですよほんなお姉ちゃんがお風呂上がったでみたいなもういちいちええねん心臓バクバクですよドッキドキしてるんですけど普通予想ってめえねんそんなにねえよって言いながらねやったというかあっでもそんなお姉ちゃん知らんやろお姉ちゃん知らないです知らんよなあこれで初めて知るんですかこれで多分初めてでもその後ぐらいにお風呂覗いてても近所の人に見つかったらやばいなと思って一回お姉ちゃんにちょお前もう胸見せてくれと直談判お前よう急やな隠して風呂とか入ってるけど、うん、なんかもうええやんけ兄弟ね見せてくれや言うたことはあります何を言ってほらお姉ちゃん直談判もうええやんってなんすか大輔の言うてること分かるけど分からんやろいやそういうの言いますからやろうちの俺がそういうのわかんないよなんかいや隠してる私が悪いんやけどみたいなことですよ悪いんや隠してたいいお姉ちゃんですね分かってるやったらいいかヒョウド行きましょう、うん、はい初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、はい、大阪の番組でベトナムに行こうって、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座ってで僕英語全然ダメなんですよ、でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らんでその飛行機がベトナムの飛行機 でビジネスクラスに前の方を座らせてもらったんで前は席じゃなくてちょっと空間とかあの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、そのままうなずきもせんと、あ、わかんねえやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんです。それで、あの飛行機がバーンってなって、プーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時に、パッて見たらボタンが4つあるんですよ。座席的なボタンが、これ何や思って、普通2つぐらいですよ。で1個バーン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ、これはまあ分かるわ、ほんですぐ左から2番目それは左一番左で左から2番目をポンと押したらウィーンって足上がってくるんですよ、おおなるほどなるほどって、
で3番目ポンと押したら「うーん」言うけど何にも変化しないこれ何やねんお前パッて見たら横のベトナムのおっさんがちょっと興奮ってなってるんですよ嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで倒す時期やったからおっさんたまたま倒れてただけで俺一瞬何やねんこれってなってこれ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。でこれはもうちょっとおとなししとこう思ってでバーって見ててまた横になんかごっついなんか肘置くとかあってガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出したこれモニターがあったんです。で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんです。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんです。でゲームも日本やったら絶対せえへんざっついゲームなんですよ。なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけどもう電源の付け方さえも分からないです英語やから。おかしいな思っていっぱいボタンあるからどん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 押しとったらその中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で何のボタンかよくわからんからとりあえず押してまいってビャーッと押しとったらそれあの CA さんを呼ぶボタンやったらしくで全くわからないんでバー押しとってふわって見たらなんかあの足見えるんです。でふわって見たらさっきの子めっちゃ笑ってた CA さん立ってはるからえ何やって何やねん何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思ってあ喉も渇いてたからコーラプリーズって言うたんです、うん、でうなずいてピャーって行きはって、うん、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたらスッと戻ってきてコーラくれて、うん、あ言うてほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとったまたそこ押したんでしょうね、うん、またファッと足見えるんですよ、うん、何やねんな思ってほってみたらまだこうやって立ってはるんですよ。何か言わなあかん思って何やろな思ってコーラ指さしてデリシャスって言うたんですよ。向こうがうんみたいな感じで向こうがほんで何だろうな思いながらまたガーやってまた押したんでしょ、うん、また足見えて、うん、こいつ何遍くんねん思ってでちょっと鬱陶しい顔しとこう思ってちょっと鬱陶しい顔で これぐらいの顔でこう上見たんですよ、うん、ほんでこれの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるからもう何で怒ってんのってなったけど何か言わなんか思ってもう外を雲ばっかりやったけど、うん、指さしてああビューティフルって言うたらぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきてボタン指さして NO! って言うたら押すなそっから何も触らずベトナムからスガちゃん小学校5年生の時スガちゃんっていう早いな俺はいやサイコロも完全に止まりきってへん何言ってんの俺何言ってんの俺分かんないよ初めてスガちゃんの話どうしてもさっきしたんだってもうこう見えかでスガちゃんって出ちゃった小学校5年生の時友達友達いはいあの僕とスガちゃんは6段切り替えの自転車を同時期に買ったんです、うん、でここについてるやつで、うん、はい、であの自分のこのハンドルのところにはボタンがついてて、うん、そこを鳴らすと、うん、ミー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 とかって音が鳴ったり、うん、こっちではピュンピュンとかって、うん、はい、それを買ったんです、うん、スガちゃんと2人で競争しようって、うん、1段まず1段1段だけなっつってずーっと超えてたんです、うん、で2345、6で上げてもすごい速くなったんですよ、うん、で僕ちょっと勢い つけて行ったらスガちゃんとちょっと距離がカーッと離れてたんですよ。で、スガちゃんは僕に何でも負けたくない子で、うん、とにかく自転車とかでも競争で負けたくなかったんですよ、うん、で、僕が一生懸命こぐんですよ。スガちゃんが、うん、ミー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 って言いながらブワーッと盛り返してきたんですよ、うん、その時の顔のスガちゃんがもう殺したのかみたいな顔で来たんで怖くなったんで、うん、スガちゃんから逃げろー言って途中、うんうん、キュッと止めてすぐ右の脇にガッと入ってったんですよ。ほんならそれにはスガちゃんは対応しきれなくて、うん、ミー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 って言いながら来たんですけど、うん、横のヘドロにペーンって突っ込んだんですよ、うん、もうそれもペテッっていうぐらいのレベルバウンド1回バウンドしたんですけど、うん、もうスガちゃんもこう頭からガッていってもうて、うん、上に出ることはなかったんですよ、うん、ペテッとペッとうまくもったんですよ、うん、やばいと思ってスガちゃん、うん死ぬと思って、スガちゃん、スガちゃん、スガちゃん、あかんで、ちょ、平地にこれ、スガちゃん、スガちゃんって言ったらボタンで、ミこれは高校3年生の時の話なんですけど、うん、クラスメイトに、うん、あのしばっちっていう男の子がいたんですよ、はい、でその子はほんまにあの寡黙で
それこそ西田君みたいに誰とも喋らないし、うん、誰ともつるまないですよ。で休み時間とかも一人でどっか出かけたり、うん、昼休みとかももう決まってなんかこう中庭のベンチみたいなもう定位置があって、うん、そこで飯食うみたいな。で誰とも話さないし、その声聞いたのもその授業とかで当てられた時だけ、まあ短めの言葉でちゃんと答えるみたいなところで声は聞いたことあるんですけど、笑った顔とかも一度も見たことないんですよ。で笑う人なんかどうなのかも分かれへんみたいな。で一応僕その高3の時、まあ お笑い好きやったのもあって、なんかちょっとこう面白担当みたいな位置あったから、まあ授業中とかにボケたりするじゃないですか、はいはい、だからクラスメイトとかわーって受けるんですけど、しばっちだけは絶対笑ってないんですよ、うん、でいつまでそのみんなを笑わせたところでしばっちは笑わない、あもうしばっちのツボには俺ははまらんのやなみたいな、うんうん、そんなところでまあ1学期2学期終えて3学期に生物の授業で理科の実験室みたいなところ行って、果物の細胞を調べるみたいな、うん、で理科の班がしばっちとも一緒の、男さん女さんの6人組みたいなになったんです。で果物とかブワーって並んでて、リンゴとかはもう食べれるようにカットした状態、みかんとかも剥いた状態で並べてあって、まあその中時間潰しみたいなのもあるからちょっとつかみがてら、リンゴのその切られている実の部分にみかんの皮をそのリンゴの皮っぽくちょっとハサミで切って、そのリンゴの実にみかんの皮を乗っけて、ちょっとみんな見てこれミンゴってボケをしたんですよ、うんうんうん、まあこれつかみ程度の別に受けんでもいい程度のことを言うたんですけど、そしたらしばっちがプッハハハハって笑ったんですよ。で初めてみんなその姿見るから、あれ何やろって一瞬ピタって止まったんですけど、しばっちがうわーって笑ってるから、しばっちが笑てるってなって、うわーって拍手があって、つかじやったな、つかじやったなって、うわーって盛り上がったんですよ。でしばっちはしばっちで照れくさそうに、でもみんながこうなんかこう楽しそうに幸せそうに笑ってるの見て、笑っちゃいましたみたいな感じの顔で、つかじすげーすげーみたいな感じで楽しく終わって、先生もしばっちの初めて笑う姿見ておーみたいな感じで、でそこからまた授業に始まっていってたら、辻井っていうですね、これまたお笑い好きの男がクラスにいまして、その辻井はやたらと僕をライバル視してるんですよ。で僕が受けてるのが多分気に食わなかったのか、ちょっと自分も受けてやろうと思ったみたいで、そのみかんの実のところにリンゴの皮、要するに僕と真逆のことをして、でしばっちのとこ行って、しばっちこれ見てみ、これがリカンってボケたんですよ、うんうんうん、ならまた笑うんかなと思ったら、しばっちが鬼の形相になって、うんうん、それは違うやろってパーンって殴ったんですよ。ちょっと飛ばされて、何これ何これってなったら、それは違うやろ、それは違うやろってずっと怒られてて、昔話みたいな、なんかこう俺が言ったことに対して俺もやったろみたいな、僕の理事さんとかね、みたいな真似してやったやつは全然受け入れられへんかって、でまあ一応そのなんちゅう大事にはならず、それは辻が悪いってみんなもなって辻を辻で辻もごめんなさいって言って許してもらうっていうか、気持ち悪くではあったんですけど、ほんと昔話みたいな気持ち悪くありますか。もう悪くはないやけどな。悪いは嫌やかったけどね。どうせこれ。行きます。5年くらい前に、はい、地方で仕事がありまして、で朝8時羽田発の飛行機に乗らなきゃいけないんですけど、ちょっと寝坊して起きたら7時だったんですね。バカリズム、寝坊して乗ったタクシーの話。5年くらい前に、はい、地方で仕事がありまして、で朝8時羽田発の飛行機に乗らなきゃいけないんですけど、ちょっと寝坊して起きたら7時だったんですね、でこれやばいなと思って、まあ、慌てて家出たんですけど、まあ、電車だともう確実にもう間に合わないと、ただタクシーだったら、まあ、運転手さんの技術だとか、まあ、混み具合によっては奇跡的に間に合うかもしれないと思って、とりあえずタクシーに乗ったんです。その運転手さん大体30代後半ぐらいのちょっとスポーツ狩りの、まあなんかちょっと威勢の良さそうな感じの運転手さんで、すいません、ちょっと羽田までどれぐらいかかりますかねって言ったら、まあ1時間ぐらいかかると思いますねって、あそうですかって僕はちょっとがっかりしてたら、お客さん何時の飛行機ですかって言われて、でちょっと8時なんですよって言ったら、あそれやばいですね、ちょっともう約束はできないですけど
やるだけやってみましょうって言ったら、すごい運転手さんだと思って、じゃあお願いしますって出発したんですね。でもその運転手さんはもう、信号待ちだとか、もういろんな混み具合とかも計算して、んで、もうなんか、抜け道とかも駆使して、もう全力を尽くしてくれるんですよ。んで、そのカーナビ見て、これ今あと50分かかるって書いてますけど、大丈夫です。もう俺この通り行かないですから。なんとかしましょう。つって、ありがとうございます。つって、高速に乗ったら、もう奇跡的にガラガラで、ちょっと間に合いそうな感じになってきたんです。で、運転手さんも、お客さん持ってますね。これマジ行けるかもしれないですよ。つって、あ、そうですか。とか言って。で、これぐらいから僕ちょっと思い始めたんですけど、もうこんだけいい運転手さんでこれだけしてもらったわけだから、もうこれ降りるときお会計はもう1万円を出してもう釣りはいらないですって言おうと、もうそれぐらいの出来事だと、もう感謝の気持ちとして、で多分その車内の盛り上がり的にも運転手さんも俺チラッとよぎったんじゃないかなっていうぐらいのもうなんか空気だったんですよ。で結局、残り、まあ、出発まで25分前ぐらいにはもう空港が見えてきて、でも2人でもう喜んで、これはもう確実にもう1万円札出して、でお釣りいりませんのパターン、僕生まれて初めてやるんですよ。こここそやるべきだと思ってついてメーター見たら9980円だったんですよ。うわー、そっかーと思って、僕よなんか僕のイメージ的には7、8000円で1万円出してお釣りいりませんだったんですよ。20円でお釣りいりませんでわざわざ言うのってちょっとなんか気まずいし、だからってお釣りを手出してもらう気にもなれない。多分逆にジャストだったら多分何もなかったんです。多分そこはもうどうしようと思って財布見たら2万円入ってるんですよ、うん、いや、もう1万か、いや気持ち的にはもうそれぐらい上げたい気分だけども、もう1枚ってもうこれお釣りではないです、もはや、うん、別のお金になっちゃうから、そうだね、新しいボーナスだから、ちょっとなんて言っていいか分かんないし、どうしようと思って、もうこれはもうしょうがないと、もう1万円札出そうと、うん、もうあと気持ちだし金額じゃないから、うん、で、まあ、悪いことしてるわけじゃないから1万円出して、で、あ、もうこれお釣りいらないですって言ったんですよ。で運転手さんがあーって振り向いて1万円札を見て、で多分、お釣りが20円だっていうことを認識する間が1秒ぐらいあって、ちっちゃい声で、うん、おどもーすって言ったんですよ。おどもーすって言ったんですよ。あーって多分ここまでは、ここまでは多分いくらかもうちょっともらえる感じだけど、あーって確認して、おどもーすって分かるわ。でも、まあね、で僕が降りた途端にうわしょうがないよね。誰も悪くないですか。誰も悪くない。誰も悪くない。その後の運転は荒かったよ。あと2回でお願いします。バカバカ。僕芸歴が11年なんですけども、はいはいはい、8年間ぐらいショーパブにずっと出てまして、はいはいはい、新宿にある、そっくり館キサラっていう、キサラ、モノマネ芸人さんとか、マジシャンの方とか漫才師の方とか、たくさん出るとこで、で、ここにバーモント秀樹っていう西条秀樹のそっくりさん、絶対にそうです、まあ、結構身長182、3ある大型の人 で、 で、まあ、この人は結構そのカセットテープ芸人なんて呼ばれ方してて、20年間自分のネタが一語一句変わったことがないっていう、そのアドリブを一切言ったことがない人 で、 で、まあ、結構ローラーっていう歌あるじゃないですか、はい、であれを若い女の人の前に客に降りてってローバーって言って、どうもすいませんでしたっていうのも、やっぱカセットテープ芸人ですから、サービスエリアの営業で客がゼロだった時に空のベンチにローバーって言って、ベンチにどうもすいませんでした、そういう人で、で、まあ、カセットテープ芸人なんでネタ以外一切喋んないんですよ、楽屋でも一切喋んない。それでその新宿のキサラっていうショーパブが、楽屋がもう本当に3畳ぐらいしかなくて、そこにこう6人ぐらいすし詰めで自分の出番待つという状況なんですよね。ちょっとショーパブがバスへの雰囲気のお酒飲みながらのところで、それでこのバーモント秀樹が
まあ、バヒデって呼んでるんですけど問題ありまして、とんでもない暑がりなんですよ。でも真冬の1月に冷房を一番強風にして一番低い温度の18度にして、上半身裸でドライヤーの風を脇に当てて、それで汗だくなんですよ、真冬の一夜で。でそのカセットテープ芸人なんでコミュニケーションしないんで、それを言えないんですよね、他の芸人が温度を勝手に。だから他の芸人が真冬に冷房の18度にされるから、ダウンジャケットみんな楽屋で着て、もう震えながら自分の出番を待ってる。楽屋なのにくつろげない、言えないんですよ。だからそのバーヒデが出番に行ったりトイレに行ったりしたら、すぐリモコン取ってもうみんな暖房に変えて温まる。そしたらバーヒデがまた帰ってきたら、リモコンを取ってまた冷房にするっていう攻防で、でこっちももうリモコンを引き出しに隠したりしても探し出してまた冷房にするっていう攻防がもういつも同じ出番だと続いて、そしたらバーヒデがもうその攻防が嫌になったのか、リモコンを冷房の一番強いのにして自分のジャケットの内ポケットに入れたんですよ。そしたらバーヒデが出番終わったらそのまま家帰っちゃったんですよ。だからもう、そしたらもう強風から下げられなくなっちゃって、で冷凍庫もあるから、あの氷が溶けちゃうから、あのブレーカーも落とせない。でずっと真冬の1月にあの18度の強風があって、もう店員もみんなダウンジャケット着ながら掃除してるような状況になったら、マジシャンのハトが全部死んじゃったんですよ。マヒデってるやん、バーヒデ楽しい。でマジちゃん後日会ったらバーヒデに「ハト買ってこいよ!」って言って初めて腹立つなバーヒデ。バーヒデいや滑らないですね。滑らないです、滑らないですね。分かりました。いや行きますよ。じゃあ行きます。はい、僕が小学校3年の時に給食袋がなくなったんですよ。ほんで先生がまあ正直に言えと、手挙げたらもうそれは許すと、目つぶれって言うから、みんな目つぶって下向いて取ったやつって言うた瞬間に、誰やろうなと思って俺薄く開けたんですよ。ほんだらめっちゃ俺の前で先生こんなもう先生、俺ちゃうのに黒田の話は悲しいな、結構前なんですけど、はい、もう本当若手の頃ですよ、うん、大阪時代に今夜は眠れないとっていう大阪ローカル深夜番組をしんすけさんとダウンタウンと3人で、まあ、他も若手いたんですけどやってた時期があって、であれ1時間番組の、まあ、バラエティですかね、でしんすけさんがある時になんかちょっと感動するようなことしたいなって言い出して、でトライアスロン、確か宮古島やったと思うんですけど、はい、宮古島のトライアスロンを番組でなんか参加するんやみたいな、もちろん僕らは出ませんけど番組でなんか視聴者募集してトライアスロンにこうなんやろ出場してもらうみたいな、それを我々がサポートするみたいな、あれなんですか、最初水泳で、最初水泳で3キロぐらい泳いでの、今度自転車車で100キロとかですね、はい、あとでフルマラソン、はい、それを鉄人レースですよ、はい、それに視聴者募集ってやったら、まあ、いろんな人来たんですけど、まあ、やっぱりその逆に番組ではそんなに若いこうスポーツ万能の人に挑戦してもうて、もう正直あんま盛り上がれへんなという話してて、ほんならもうなんかねちょうどうってつけのこう運動音痴って言ったら申し訳ないんですけど、中年のおっちゃんがなんか募集してきて、では今まで自分がなんかこう成し遂げたことがない、はい、で体力もないし、でこの番組をたまたま見て僕は初めてやってみようと、うん、ゴールを決めたいって初めて思いましたって言った時点でもう俊介にはもうダメなんですよ。素敵やん
刺激やねこれでええやんでその確かね池田さんっていう人だったと思うんですよ、はいはい、みんな池さん池さん言って、うん、でね半年間ぐらい、はい、その池田さんをもう基礎体力作りから番組で全部サポートして、はい、もう池さんのコーナーみたいなのも作ってやってたんですよ、はいはい、もう最初はもう絶対無理やろって言ってたんですけど、はい、だんだん池さんも体力ついてきて、はい、で半年経ってとうとうその宮古島のトライアスロン大会当日ですよ、うん、番組としても当然行きますよ、ね、しんすけにはもう行って、はい、おいらも行って、はい、池さん大丈夫か頑張れよ池さん言うてたら意外と池さん頑張るんですよ。でだんだんみんな熱くなってきて、うん、でもうしんすけにはもう素敵やん素敵やんちょっと素敵やんちょっとストレッチやんでうわどうなんねんどうなんねんと池さん頑張るんですよ、はい、でまあもちろんそんな記録は良くはないですよ、はい、良くはないですけども、はい、池さんのために、はい、こうゴールのこのテープを用意して、はい、池さんがゴールするために僕らもじゃあ途中まで行ってたけど待ってますからって言って、はい、途中そのゴールのところで全員待って、はい、ゴールのテープ引いてたら、はい、あれあれ見てみって誰かが言ったんですよ、はい、池さんが向こうから足をこうちょっと引きずりながら来るんですよ。めっちゃ感動していて、はい、うわ池さんもうちょっとや頑張れ池さん頑張れって、はい、ほな珍しく浜田が、はい興奮して感動したんですよね、はい、僕もびっくりしたんですけど浜田がバーって飛び出して、はい、池さんこっちや池さんって、はい、池さんもうちょっともうちょっとって何やこんな浜田見たことないな、はい、こっちやこっちやこっちや言いながら浜田背中で池さんのゴール切ってもうたんですよ。しんすけにやんがもうあかんやん。最悪ですね。じゃあいきます。おー得意今日はかぶらずいいですね。僕が小学2年生ぐらいの時の話なんですけど、うんうん、うちの、まあ、親父はすごい怖い親父なんですよ、うんうん、昭和のいわゆる怖い親父っていうか、はいはい、で183センチで体重90キロぐらいあるんですよ、ね、でヘアスタイル天竜源一郎みたいな怖い、はい、ほんで、うちの家族はもう親父のほんまに恐怖政治でみんな親父の顔色を伺って生きてきたんですよね。で毎年親父の誕生日4月4日なんですけどには家族中で手巻き寿司をして祝わなあかんってしきたりがあって絶対手巻き寿司やん、はい、それも、はい、おかしいけどめっちゃおかしいね絶対やれよみたいな。ほんである年の誕生日のちょっと前からうちで飼うてた猫のミケがね体調がおかしなってもうて、もういよいよそのなんかもう死にかけてるんですよ。ほんでもう起きひんし、はい、ずっと横たわって「いやーいやーみたいなその苦しいような声をずーっと出してるんですよ。ほんでそれがちょうど親父の4月4日の誕生日の日の朝からもういよいよみたいになってて、はい、でもう僕とおかん妹はもう猫大好きなんで「ミケーミケー」言って「大丈夫か大丈夫か」ってずーっと一日中看病してたんですよ、はい、ほんなら親父がまあ6時7時ぐらいに帰ってきまして「はい、おい手巻き寿司できてんのかい」って出てきて、ああで一応おかんも猫心配やけども手巻き寿司をちゃんと一応用意してた。なるほど、はい、でその食卓があってね、その食卓の真横でもうミケ倒れてるんですよ。でミケミケって言ってもうそんな飯なんかの通らないんですよ、うん、こっちにしたらね、はい、でも晩ご飯そっちのけでこう看病したかったんですけど親父が「おいテーブルにつけ」って言うから家族でテーブルついて、で俺の誕生日やと手巻き寿司言うのみんな食えって言いながらもやっぱりもう「ミケミケ」ってなるんですよ。ミケ、ね、言ってたら親父がもうキレて「俺の誕生日じゃ、うん、う猫どこ知らん俺の誕生日やねん」言って「お前ら手巻き寿司食え」言って、でも僕らもおかんももうほんまに猫が気が気やないんですけど、こうやってな必死にもう全然いらないんですけど手巻き寿司巻いてたら親父が「お前らもっと楽しそうに食え」っつって「年に一度の手巻き寿司をな、うん、そんな笑顔で食え」って言いながらこうやって巻いてたんですよ。ほんなら親父がトイレ行ったんですよ。
その隙に僕ら3人またミケんとこう行って、ミケミケって言ってたら、しばらくしたら親父帰ってきて、このみんながミケに群がってる様子見つかってもうて、ほんなら手巻き寿司食えてるやろって、お前らな、ミケを気にしすぎや、俺の誕生日にってみんなもううわー言って泣いてるんですけど、もう親父がおい手巻き寿司食え言うから、僕らその日の夕食ずっと泣きながら手巻き寿司ガーッ出て、おいやー言って、お前ら泣くなー言われながら手巻き寿司食うて、まあその日の夜にミケは亡くなったんですけど、ね、なんでそんな話すんのものすごいなんでそんな話すんのこの人話すんのこれもう悲しい話になったよ。特技は涙の手巻き寿司という事件として、笑ってあげたね、はい、ミケも入ってんの。でも俺も泣いてたんですよ、ミケ死んだら。ほんまはね、毎年でもそっからミケの命日やんな。そうですね、お前親父の誕生日がミケの命日やんか。よろしくお願いします。ということで改めまして、招待プレイヤー三谷幸喜さんです。三谷さん、なぜ受けていただいたんですか。わからないですね。三谷さん大丈夫ですか今日。いや、わからないです。今まで味わったことのない今精神状態で。いや、これなかなかですよね。三谷さん芸人ですしね、やっぱり怖いですよね。初めていいですか。あ、何ですか、もうそんな、もうそんなことも雑談もダメなんですよ。早く喋りたいですね。あ、じゃあ早く喋ってよろしくお願いします。あれは僕が中学生の頃の、はい、まあ、ちょっと甘酸っぱい体験なんですけれども、はい、親戚が九州にいまして、はい、で遊びにおいでって言われたんで、家族で東京から行ったんですね。で長崎 の、 平戸というところ、ご存知の方いらっしゃるかもしれません、はい、すごい海の綺麗な、はい、ところなんですよ。でそこにこうみんなで行ったんですけども、まあ、海水浴場って感じじゃないんですけど、こう岩場になってて、でこう入り江みたいのがいくつもあって、で水が本当に綺麗で、でも誰にも見られないでそこでこう一人で泳ぐことができるすごい綺麗なところなんですよ。でそこで僕はその日、まあ、家族ともちょっと離れて一人でその岩場のこの入り江みたいなところでこう泳いでたんですよ、はい、ものすごい気持ちよくて、もうすごいいい天気で、もうあの日はこうさんさんとさして水も冷たくて気持ちよくて、ものすごいこうなんかこう解放された気分になって、でももっとこの解放感を味わいたいっていうふうに思いまして、で海水パンツを脱いでみたんです、はい、で右手にこう持って、でそのままこうやって浮かんでたんです。本当気持ちよくて、はい、もう生まれてからこんな気持ちいいこと初めてだぐらい気持ちよく浮かんでたら、突然なんかこう体に電気が走ったというか、ムズムズってなって、で気がついたら射精してたんです。それも生まれて初めての、医学用語で精通っていうふうに、はい、精子の精に通じる精通、はいはい、失禁じゃなくてですかね、精通です、はい、見てすぐ分かった、はい、すごい、うわっ、なんでこのタイミングで、うん、って思うじゃないですか、はい、でも怖くなって、はい、怖いですよ、いやもうこれもう帰ろうと思って、怖いですね、で海水パンツを履いて、うん、でこう泳いでったんですけども、うん、ふと見たら、うん、その僕が放ったものがついてきてる、わ、はい、かります男なら分かります、ずっとついてくるんですよ。あ、なんかあれね、どこまでも、そうですね、粘りがありますから、うん、でもどうしようと思って、うん、で怖くなって、うん、もうちょっとこうあっち行ってくれ、うん、子供たちごめんねって感じで、かき混ぜて、でなんとか逃げ切ったんです。で家族の元に戻って、でそれでもう東京にも帰ってきたんですけれども、うん、それからすごく不安になって、なんでかっていうと海って神秘の世界じゃないですか、はい、何があるかわからない、はい、もしあの日その入り江に魚がいて、魚が体外受精をしていたとして、メスの魚が受精卵を出して、オスの魚はそこにこう精子を与えて、そうそう、なんかそういう映像見たことあって、もしそこに僕の放った子供たちが行ってしまったら、
受精卵とくっついたら、はい、どうなっちゃうんだと、はい、とんでもないことになるんじゃないかと、はい、もうそれの、まあ、中学生だからもうすごい怖くて、はい、でもう新聞もう朝刊見て開くたびに長崎で不思議な魚見つかるみたいな記事が出るんじゃないかなと、はい、本当怖くて、はい、で写真とか出たらもう顔は僕じゃないですよ、それかまあ関心が僕かどっちかです、顔は魚で、でもし捕獲されてたとしたらやっぱ引き取りに行かなきゃいけないじゃないですか、ここ僕の子供ですから、もう本当怖くて、もうその夏ずっともうそのことばっかり考えても不安で不安で、はい、たまらなかったという。本当に面白いんですけど、四つ目ぐらいにする話だ。いきなりする話なのか。怖い怖いですよね。いやあのお風呂でもそういうことあった時に、後で姉ちゃん入る時怖かったりしますよね。はいはいはい。あれそうでもなかったです。お姉ちゃんいないんだよ。わかります。僕白いタイルのとこ、こうねやった、あこう探しましたもん、ないかドロッとしたもんが。すいません、そういう話したかったわけじゃないんですよ。いや口に切りましたよ。大きい心で言うと一緒ですよ。なるほど。いやこれ面白かったです。みなさん、はい、ちょっと一旦じゃああれですけども、もしかしたらもう一度とかありえるかもしれないですよ。大丈夫ですか。全然大丈夫でしょ。今の出しちゃったからな。いや大丈夫でしょ。まだまだその出しちゃったからな、もう何言われてんの。分かりづらいな。ということで招待プレイヤー三谷幸喜さんでした。ありがとうございました。一旦でございました。引き込まれるもん。あ、はい、梅田をちょっと歩いてましたら、うん、化粧品屋の前に行った時に、うん、おばあさんがごっついでっかい筒のとこに手入れて、わたいもよろしい、わたいもよろしいって言うてあるんですよ。で何があんねや思ったら、始まりがもうおもろいな。どうやら化粧品を何千円か以上買ったら抽選できるっていうシステムなんですけど、箱じゃなくてちょっとこじゃれた遊園地とかにようあるこんなカプセルみたいな中にブワーって回ってて、お金かかってるやつだね。500円入れたら1枚取って景品もらえるっていうのがあるんですけど、商売じゃないんでそんな枚数が入ってないんですよね。でおばあさんでは取れないんですね、くじ引きが。でもうずっとやってるみたいで、もうまたよろしい、またよろしいみたいですよ。ほんでサラリーマンもものすごい立ち止まって、今からどういう展開なんねんみんな見てて、俺もこれ絶対見とかないわ思って、ずっと見てて、でもうなんか店員さんは頑張ってみたいなこと言ってるんですけど、いきなり立ってみたら、わたいもよろしいって、このおばあちゃんも諦めますか言うて、ああ言うて手抜いたら、ピッターとこの上に一枚だけくじが乗ったんですよ。うわーってなって、店員さんがバー開けてパッと見て、外れですって言われた。みんな当たらなあかんやろこれみたいな。あれはびっくりしましたね。かわいそうにな。かわいそうな。かわいそうな。かわいそうな。これは。あ、鹿児島君行きましょう。はい、お願いします。はい。僕鹿児島出身なんで、うん、長渕剛さんがめちゃめちゃ好きなんですよ。なるほど。でもこういう場で自分から長渕さんの話をすると、うん、いじってるみたいになるやすいんですけど、うん、本当にもう愛がゆえにっていうのを思って聞いてもらいたいんですけど、もう言ったように僕やっぱもう鹿児島県民は生まれてすぐにやっぱ親が長渕さんを聞いてますから、うん、長渕さんで育ち、で長渕さんが鹿児島に来たって時は毎回絶対泊まる有名なホテルがあるんですよ、うん、そこにみんなで見に行って、うん、ジープとかハマー泊まってないかなってこう見るとか、で真夏に長渕さんがランニングをするっていう公演があったらそこに行って、長渕さんは真夏に厚着を着てランニングされてるんで、そういう都市伝説もあったりするんで、みんなでこう自転車で見に行ったりとかって、それぐらいやっぱ僕ら好きで、でライブとかもものすごい行くんですけど、今年も福岡に行かせてもらいまして、でねやっぱもう新曲バーンって歌ってくれて、でも昔ながらのユージとかシャボン玉もバーンってとかってもう盛り上がるんですよ。で長渕さんの曲って原曲が5分ぐらいでもライブだと10分ぐらいになるんですよね。それってなんでかっていうと、長渕さんはこの前奏というかこのイントロの部分とかがこう、えいえいえ
えいっていうこのみんなの拳上げる時間で使うんで割と長いんですよ、うんうん、でその日も割とねこう長い感じで始まってたらその日はこのね後ろにでっかいスクリーンがありまして、うん、で中渕さんだけを抜く小型のカメラがこう専属でついてたんですけど、うん、中渕さんタンクトップで、うん、ってでんでででででんででででってやって僕らえいえいってやってたら中渕さんがこうやってでんでででででんでででででつってこの筋肉をズームアップしたやつが後ろの画面に流れてるんですよ。でんでででででつってでもちょっとでも僕らが困惑して手上げなかったら拳上げろでんでででで声出せでんでででででんでででで、えへでんでででで、まだまだみたいな、こういうのもうたまんなくて、This is 強しだと。で、これが5分ぐらいあるんですけど、やっぱファンはたまんないんですよ。これもやりたいし、こういうのだっつって、で、最後、もう終わって、で、アンコールですよ。で、アンコールはもう、強し強しっつったら、もう、ブワーって出てきて、またね、ここで盛り上がる、グバーンバーンって歌ってくれるんですよ。で、一番最後、もうアンコールも最後の最後ですよ。その時に、中渕さんがちょっとしんみりした空気になって、いやー俺にとってねここ博多っていうのは第二のふるさとなんだよ、うん、俺はまず鹿児島からね東京行って東京で頭叩かれてでここ福岡に来て、うん、福岡の昭和っていうねライブハウスで歌ってね、うん、あん時は眩しかったな中洲が特にね中洲の風俗街に行ってみたかったんだよ、うん、そうだちょっと今風俗街の歌思いついたから一緒に歌ってよつってアコースティックギターをバッて取ってジャンジャク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 行ってみたいな風俗街っさい歌いなジャンジャク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 行ってみたいな風俗街行ってみたいな風俗街行ってみたいな風俗街っさい行ってみたいな風俗街行ってみたいな風俗街っさい行ってみたいな風俗街もしももしも僕が風俗街に行ったらなどうなっちゃうんだろうへへーつって帰っていったへへーどうなっちゃうのどうなっちゃうの一番ファンは気になるところなのに聞いてくれないんですよどうなっちゃうんだろうね一番気になるところなのにもう最高ですよ来年も行きますはい関根さんですあ僕の知り合い の,、はい、あの芸能界のすごい大御所の人がいるんですよ、はい、あのスタッフの方なんですけどねレコード会社の社長やったり今でもいろいろなところ の, その役員やったりして、はい、すごい偉い人なんですよでその人があのゴルフ行ってコンペですごい大きい芸能界のコンペ でこう打ったらねシャンクって言ってこう斜め45度からもうほとんど90度に近くピューってあー、うん、だ隣のコースでプレーしてたレコード会社の社長のこめかみにゴーンと当たってその人がボンってドーン倒れちゃったんですよでその人助けなきゃいけないって言うん で雨が降っててカッパ着て来てたんですけどでクラブ持ったまま大丈夫ですかって言ったらこのその人しか見てないから池があったんですよ途中にその池にペナルティを示す杭があってその杭につまずいて頭から池に落ちちゃったんですよそれでカッパも来てるしパニックになってるからうわ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 助けてくれって言ってたらその失神した人がそれで騒ぎで起きてピュッてそれで大丈夫ですかって言ってそのその人にクラブでこうやって引きずって私も逆転しちゃったやってんなのかな逆転勝ちでした変な話ですよね変な話ですねものすごいドジな人なのよよしあ、関根さん関根さん昔ハワイにね、あの仕事で行ったんですよ、でうちのマネージャーとあの放送作家と行って3人で、はい、あのホテルに泊まっててで俺が一人部屋で作家とマネージャーが、あの一緒に寝てたんで朝食事行こうって言って行くと放送作家起きてんだけどマネージャーがすっすごいこう寝坊をするっていうか時間にルーズなやつでいつもすいませんさっき言っててくださいって目屋に溜めて言うやつなんですよいやいやじゃあ後から来いよっつってで放送作家僕より10歳下ですごい気が小さくてあの道聞くのもおじいさんかおばあさんが来るのを待って聞くってぐらい気が小さいやつすごい気がちっちゃいのよで一緒に行ってそしたら外国の
ホテルって必ず人数聞くのね、うん、で「トゥ」とか言うから「トゥ」って言っちゃうと遅刻マネージャーが来た時に座れないから何か言わなきゃいけないと思って、それでパッて見たらその作家はもうずっと下向いてこうやって。やばいですね、関根さんに任せますって顔してるのこれ難しい、ね、なんか言わなきゃいけないなと思って、で何て言えばいいんだろうなと思って、Now、頭の中で Now to Now to で将来的だから Future 3かなと思って何とか未来さんに、そうそう未来さんに未来さんに未来さんにそれで Now to ははんとか言うんで、はい、Future で合ってるかなと思って、はい、でパッと見たらそいつのまた全然俺にも目線を合わせないわけよ、で俺が何とかしなきゃいけないって言って出てきた言葉が、あとからもう一人俺も自分で耳に疑っちゃってまさか英語のつもりでまさか日本人いっぱい来てるのね、だから分かるのね、おアフターワンモアカミングって言って、だから俺一生忘れないアフターワンモアカミング生きた英会話その時の朝飯の味は覚えてないで英語は覚えました。自分でびっくりすることってありますよね、口に出てね。いやしかし滑らないですね。いやー何でしょう、滑らないですね。役者よろしくお願いします。落語界の話ってのは我々の方はすぐ伝わってくるんですけど、あんまり世間に出ない話がいっぱいあるんですよ。で今東西交流が非常に盛んになって、で西の方から上方の逸話が来たという話 で、はい、であの人間国宝っていうと、あの東は亡くなった小三師匠、はい、で今、米朝師匠、はい、その息子さんが、小米朝から、はい、米男児になった、はい、師匠の名前を継いだわけですよ、はいはい、だからもう血筋としてはもうね立派なもんで落ち着いてて、落語もきちんとやってるようなイメージがあるんですが、はい、案外そそっかしいって話で、講座から降りてきたんですよ。それで、ああ、なや今日めんまいするな、えらいめんまいするなと、で着替えて、であの鏡前でもってコンタクト外したら右から2枚出てきた。はい、なかなかのもんですね。コンタクトつけて上がるでしょ、だけど右に2枚は入れない。で喋っててめまいがしてしょうがないんだ。そういうやつです、まだ彼のネタはいっぱいある。すげえ、びっくりした。イメージないですね。イメージないですね。いきます。さあ、濱家、濱家と、あの母親の話なんですけど、あの僕まあ息子で、おかま女と男じゃないですか、だからちょっとなんかこう、あのはっきり言われへんこともいろいろあるんやなと思って、あと最終的に今どんな顔してんのやろってなった話なんですけど、あの僕結構実家帰るんですね。で実家帰って、まあ、おかんと結構いろんな話するんですけど、その日はなんかあの家でテレビ見ながらちょっと喋ってたんですよ。でテレビが向こうにあって母親がこっちでテレビ見ながら僕が後ろでそれこうでなんか喋ってるみたいな感じだったんですけど、なんかそういえばこの間海外のニュースでめっちゃ怖いニュースあったわみたいな、おかんが。でどんなニュースって聞いたら、その夫婦なんですけど、旦那さんの方がむちゃくちゃ浮気症で、反省した言うてもまた浮気して浮気してみたいな感じで、ついに奥さんが切れて、男の旦那さんの方のおちんちんをなんかまあなんかペンチかなんか、なんかでこうちぎっちゃったみたいな話があったみたいな話をテレビ見ながら僕にこうしてたんですよ。でへえって聞いてたんですけど、その話の内容が多分僕男の子なんで、おかん的になんかこうちょっと言いにくかったやと思うんですけど、こんな事件があってな、旦那さんが浮気繰り返して結局な、その奥さんがその旦那さんの男性の大事なな、まあ急所というか、まあな、まあ分かると思うけどな、まあその大人やしもう分かると思うけど、まあ男性のな、まあ大事な大事な部分あるな、あれをなつって、もう僕は分かってたけど濁しすぎやなと思って聞いて、うんうんって聞いてたら、あっこんな部分をそのちんぎってんて
出ちゃった漏れてもうたなずっとチン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 って頭の中でチン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 ってなっててでテレビ見ながらやけどここの耳ブワー赤なってで何も言わんかったけど今どんな顔してんだよ顔見えないけどテレビ振り返らへんけど今どんな顔してんだよなって分かるわチンギターってずっとチンチンのこと考えてあごかすめてもうたチンギって顔あごかすめてまうっていうねチンをかすめて、はい星が意外と出ないというね。いきます。かまいえ。はい。これあの僕らかまいたちが、うん、あの地方で特番に行かせてもらった時の話なんですけど、うん、その特番の内容があの僕らロケなんですけど山に入って行って、天然のオオクワガタを探すというロケだったんですよ、うん、でなかなか見つからないんですけど、うん、ちょっと頑張りましょうということで山に入っていくんですがそのちょっと入ったとこぐらいなんかクワガタ探しに来てる人もようさんおるし、うん、まあ人もいっぱい入るからそんなとこにはもうクワガタオオクワガタいない、うんはいはい、だから僕らかまいたちとその地元の山に詳しい山の達人みたいな人3人で入っていって山の奥の奥の奥の方で探そうということになったんですよで入っていくんですけど達人がねもう道もないようなとこをこう草かき分けてで傾斜もえげつないところそこ1時間ぐらいガーッ登っていくんですよで登っていってもうヘトヘトなって1時間ちょい歩いたことでじゃあここでも探しましょうってなって探し始めたんですけどその僕は僕とディレクターさんでディレクターさんがカメラちっちゃいカメラ回して僕のチームで山内は山内とカメラマンさんがこうでっかいカメラ担いで山内チームと二手に分かれて探すことになるで僕バーッと探してたら山内が探してた場所があの、まあ、険しいところなんでこうなってて崖になってたんですここがで山内はちょっと平たいところで、探してたんですけどでこう探してたらカメラさんがこっちからこう山内を撮ってたんですねでこっちに回り込んで山内を違う別の角度から撮ろうとした時にこっち崖なんですけど回り込んだ時にここで足滑らして7メーターぐらい下の崖にダーンって落ちたんですよ怖い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 で僕らは違う方向いてたんでうわって聞こえてパッと見たらもう崖のね僕らからしたら崖の下は見えないんですけど崖の向こうに足だけこう2本落ちていくところやったんですよでダーンって落ちてもうすっごい空気になったんですよで山奥やから何の音もしないし緊張感でピリッて張り詰めて僕はこう落ちてるってことはカメラ撮っててこのまま後ろに落ちてるんですねだからもう頭から落ちてるから僕はもうこれ助からへんのちゃうかって思うんですよでもみんなシーンってなってで僕らからは崖の向こう見えないけど崖の向こうが見えてる山内チームの顔パッて見たら全員顔面蒼白で崖の下見てるんですよでうわやばいやばいと思ってたら僕のところにいたディレクターさんが山内側の方に回り込んで、うん、その下にねあのカメラさん田中さんって言ってたんですけど、うん、田中さん大丈夫ですか、うん、ってで僕らからは下見えないか様子わかんないんですけど、うん、シーンって何の返答もないやかで大丈夫ですか田中さん大丈夫ですかってシーン、うん、でもうこれは本当に命に関わることやと思って、うん、みんな心臓バクバクなってたんですけど、うん、もう一回あのディレクターさんが田中さん大丈夫ですかって言ったら、うん崖の下から大丈夫ですって聞こえてきたんですよで僕ホッとしたのもあってなのかなんかむっちゃ笑いそうなって思ったんですよその緊迫してて何の音もないで人死んだんちゃうか何回読んでも返事ないのところに大丈夫ですって上がってきたんでなんかほんま笑いそうになったんですけどこんな絶対笑うとあかんから我慢してたほんなら我慢してたらその大丈夫です返答があったことに対して安心したのかディレクターさんが何回も何回もほんまに大丈夫ですか大丈夫ですほんまに大丈夫ですか大丈夫ですみたいなもう大丈夫なわかったからもう聞くんやめてくれむちゃくちゃ笑いそうだったよで僕の方から崖の下見えへんからイメージ的になんかその漫画で文字だけがフィワーっと大丈夫ですって上がってくるようなイメージとか勝手にしちゃってでも笑いこらえてたんですよほんならそのディレクターさんがレスキュー呼ばなあかんってなって電話でバーッと電話してもしもし今こうこうこういう状況でロケしてたらカメラさんが7メーターぐらい下の崖のところにバーン落ちてで状況説明してるんですよでその時に多分レスキューの人からお名前落ちた方のお名前を教えてくださいって言われたんですよねで田中さんですって言ってるんですけどそのフルネーム教えてくださいって言われたと思うんですけどそのディレクターさんがカメラマンさんのその下の名前知らんかったから崖の下に田中さん下の名前何ですか下の名前何ですかって言ったら
まさゆきって上がってくるんですよ。でもうほんま笑いそうになって、僕弱弱しすぎるやんって、うん、で、まあ、まさゆきさんですみたいな言ってるんですけど、その漢字も教えてくださいって言われたんですよね。その田中さん、まさゆきってどんな感じですか、まさってどんな感じですか言ったら、下から森まさこのまさで、でいつも言ってるけどな、しゃばりそうなったんですけど、でまあディレクターさんパニックなってたんでしょうけど、森まさこのまさまさってちょっとわからんみたいな感じで、まさまさってなってたら、下からひーひーです、ひーひーってて漢字の説明でめっちゃ笑いそうになって、その崖から落ちてヒーヒー言うてるとか、いらんことまで考えちゃって、でなんかぐー我慢してたんですよ。ほんなら森まさこのまさです、はいまさですみたいな、でもう僕やめてやめて思ったんですけど、そのディレクターさんがまた、田中さん、まさゆきのゆきってどんな字ですか、ゆきってどんな字ですかって、僕もやめてやめてやめて思ったんですけど、ゆきってどんな字ですか言ったら、幸せでーす。もうたまらず爆笑してしまった。落ちた時にこうちょっと体をかばったんで、結局足から落ちてちょっと足を日々かなんか捻挫か分かんないですけど、やってしまったという、何もなかったよかったっていう幸せ、幸せです。もうそこで漢字はええやろな。そうなんですよ、カタカナでね、大事なとこなんで、生涯も、はい、あ、来た、さあこれ欲しい、まだそれやっぱり誰も喋ってない人がいいんじゃないですかね、どうですか、あれ。行きますか、あ、じゃあこっちは行きますか、わかりました、はい、はい、僕デビューが萩本欽一さん、そうです、あの欽ちゃんの番組のオーディションに受かってデビューだったんですよ、で欽ちゃんというのは皆さん知ってる通り、あんまり売れてる人を使わない、あまり素人同然の人をオーディションで選んで、その人たちをスターにするって人なんですよ。だから僕たち4月から始まる番組、2ヶ月前から毎日稽古だったんです。もう5、6人選ばれたんですけど、毎日稽古で、その時欽ちゃんが言ったのが、笑いの仕組みを教えると、振り落ちフォロー、振り落ちほろ分かるか、振る、誰かが振る、落ち、誰かがボケる、フォロー、誰かが突っ込む、振る、ボケる、突っ込みで笑いが起きる、それを忘れるな。あともう一つ、ボケというのはね、自分でやめるな、笑い声、お客さんの笑い声が続いてるうちはボケ続けると、今のやつは自分でやめちゃうと、ボケっていうのは笑い声が起きてる間はボケ続けろ、そして突っ込みは突っ込み続けろ、そうすると笑いがどんどん大きくなって、時にねビッグウェーブが起きると、笑いの、それはね、もう客席が揺れるんですって、お客さんっていうのは普通にこう笑ってるんだけど、お客さんが揺れるほど笑うんですって、それを起こしたらスターだって、今まで俺の番組でスターになったやつはみんなそのビッグウェーブを起こしてる、だから頑張れっつって4月から始まったんですよ。で月曜日から金曜日まで毎日やる番組で、で金ちゃんが振る、僕らがボケる、金ちゃんが突っ込む、笑いが起きるんですよ。さすが金ちゃんすごいなってことになって、で月曜日から金曜日までやってるんで、僕らもちょっと慣れてきて、金ちゃんの一つの振りで僕らボボボってボケていったら、どん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 笑いがつながってくるんですよ。そしたら金ちゃんが芸人としての血が騒いだんでしょうね、僕らの前に来てボケたんですよ、ボケるんだけど誰も突っ込めないわけですよ、そうか、突っ込みを教わってないから、でも振る、ボケる、突っ込まないと笑いが起きない、でたまたま僕の前で金ちゃんがボケたんで、ボケた、わかんないですけど、思いっきり金ちゃんの頭をバカーッて叩いた。わかどうかね、だって僕の声でいたから誰も怖いな、そうしたらお客さんがうわーって笑ったんですよ、ああよかったと思ったら、笑い声が止まんないんですね、なんだと思ったら、後ろから金ちゃん思いっきり叩かれてるから、ちょっとよろけて歩いてたんですよ。それを見てお客さんたちがずっと笑ってるんですよ、笑いが続いてる、金ちゃんはボケ続けてる、じゃあ突っ込まなきゃと思って、また走っていって金ちゃんがバカーって叩いてたんですよ。でまたドーンって笑いが来たんですよ、やったーと思って、さあっつったらまだ笑い声が止まらないんですよ、なんだと思ったら、金ちゃん後ろから思いっきり2発突っ込まれてるから、多分軽い脳震盪起こしたんでしょうね。ちょっとね、今度はこう回り出したんですよ。でもお客さんの笑いが笑ってるから、ね、止まんないですよ、で金ちゃんはずっと回り続けてるんで、もしかしたら次の突っ込みでビッグウェーブ起きるかもしれないかもしれない、スター回ってる金ちゃん引っ張って、今度は両手ですよ、両手でバカーって突っ込んだら、スタッフが舞台を閉めたんですよ。
生懸命しかなかったんですよ。すごいな。いやいや、すごい話ですね。さあ、いきますよ。はい、いいですね。一発いきます。お願いします。よっ。お、渡辺さん、はい、よろしくお願いします。今のチャンピオンが最後を締めてくれます。はい、僕が中学生の時におじいちゃんが亡くなったんですけれども、うん、はい、その時まだ学校に行ってて、呼び出しがあって、おじいちゃんが亡くなったからお父さんと一緒に病院行きなさいっていう言われたんですよ、職員室で。で、うちの父が迎えに来てて、車でおじいちゃんの入院してる病院に向かったんですけど、まあおじいちゃん亡くなったんだみたいな話してて、まあ昔ね、おじいちゃんの頭に死んだカブトムシ接着剤でくっつけて怒られたなとか、おじいちゃんの金庫蹴ったら開いたなとか、なんか思い出話とかそういうのずっとしてて、病院に着いて、まあおじいちゃんベッドの上で横になってて、その上に白いシーツかかってたんですよ。まあいろんな思い出話してて、まあ神妙になりつつ、まあお父さんと二人で、じゃあ最後に顔を見るかっつって、シーツパッてめくったら、おじいちゃんうつ伏せだったんですよ。嘘でしょ。はい、そんな、おじいちゃんうつ伏せだったの。そんな、いやいや、なんか体を清めるかなんかの途中で僕らが来ちゃって、元に戻さずにかけちゃったみたいな。もうちゃんとして。もうえってなる。えってなりました。顔を見てやってくださいじゃないですか。そうよね、すごいな。おっしゃと、まあ先輩で、うん、吉本シベリア文太さんっていう方がいらっしゃる、はいはいはい、それ前も話しました。ものすごい多分人類史一番滑舌悪いんちゃうかと、シベリア文太さんっていう。あ、はいはいはい。
どうしましょうか。あ、大輔行こうか。はい。また親父の話なんですけど、はい、実家行った時に、うん、なんかお昼お母さんいい日に買ったんでどうしようか言うて、じゃあちょっと天安門でも取るみたいな、でおうどん頼むか言うて、お父さんが、うん、きつねうどん頼んで、僕がなんか親子丼頼んだんですよ、うん、で来てこう2人で食べてて、うん、ほんならなんかお父さんがこう飽きたな言うて、こうあのラップ外して、でこう七味をね、うん、こうやろうとしてて、はいはい、な七味がなこう小袋、うん、こんなちっちゃいやつね、うん、あれこうやろうみたいな、年いってきてなかなかこう、うん、できへんかったんですよ、うん、ほんで、うん、ああ言うてて、ほらこうバーンってなったら、こうバーンってなったんですよ、七味が、うん、で、ああもう何やってんねんな言うて、うん、やってた親父が痛い痛い入った、痛い痛い入った、あつ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 みたいになって、ええー、言うて、もうあるときいいなお父さん言うて、ほんでお父さん洗ってこうやって、痛いわ言うて、入ったら言うて、ほんで大丈夫言うたら、いやまだ入ってるわ、痛い痛い、熱々熱々熱々みたいになって、ほんでちょ見てくれ言うて、ええー、言うて、おいこうちょ上見てみ言うて、ほんでこうもう一回下見てみ言うて、横見てみ言うて、あらへんで言うて、俺たちはいや入ってる絶対入ってる、熱い熱い言うて、ほんでもう一回上向いてみ言うて、上見て、あこれかな言うて、入ってるわ言うたら、それない、七味の何言うんですよ。七味の何や、七味の何やの、その、なんかようわからん。そう、わからへん。何色やねん言うて。いや、オレンジっぽいけどなって言うたら、うわ、一味やんけって言う。よりによって一味やんけより一味やんけ。今回大輔の話はもう台所周りキッチントーク。まあまあ何事もなく良かった。